まずはね、今週ね、あのシルバーカップ藤枝キャスに見事に5対1で勝ちまして、決勝戦に進みました。ちょっと私、あの家庭の事情で欠席したんですけれども、ダゾーンでみんなの歌声聞こえてました。嘘をつけてる、ダゾーンやってない、やってないこのね、あの決勝戦、本当らしい、すごい強敵なので、そこまでリーグ戦で勢いつけていきましょうよ。リーグ戦の4つ目は、長野と秋田、ちょっといっぱい行き分けで今苦しんでます。でも今日勝てば首位です。アウェーで苦戦しても、ここは俺たちの明日から地元には負けしなくていきましょう。
かわー